きながら電話とか来たことがある。うせえバカ野郎。何か面白いことを話さなきゃいけないとか思わないで、普通にしている方がいいと思うんで、そうしてください。ギュッて何ギュッて言うのじゃない方が。あったあった。ね、これ泣きながら電話とか来たことがある。うせえバカ野郎。イガロウさん、イガロウさん、おいでしょ。それを一気に、ここまで見切って。イガシャさん、来て。イヤが落ちた。今一番恥ずかしかったやつ。ぶっこんできたな。ちょっと待って全部言ってお前今どこって言われて、え、家だよって。俺さ今一人なんだよ。